じゃあこんにちは、豊さん。負けが、ん暗いね、うん、暗いですなあやっぱ例えば負けが込むとか連敗するとか、はいはい、例えばまあこの時期だともうちょっと優勝無理かなとか、あもうちょっと A クラス無理かなってなってくると、はいはい、やっぱりファンの間でも監督休養に入った方がいいんじゃないかとか、今季限りだよねみたいなのも言われます、はい、でそのコメントの中でやっぱり出てくるのが、チームが不協和音というか、その選手と監督首脳陣の中であまり雰囲気が良くないんじゃないか、だからこうなってるんじゃないかっていうのも言われたりするんですけど、これは都市伝説なのか、ね、本当なのか。あのね、不協和音は必ずあるよ、うん、あるんですね。それもちろんあるよね。誰も気持ちよく全員がやってるなんて大間違いだよねそうですけど、だって生きていってコミュニケーションを取る、はい、ね、いろんな、うん、コミュニケーションの中でも傷つく時ってあるじゃない、うん、はい、人ってさ、少なからずとも傷つけながら生きていってんだよね。まあまあそうですね、まあそれは満足感も得る時はあるけども、うん、傷つけながらこう生きてるところってあるから、うん、だから不協和音があって当たり前だよね。だって自分に優遇されないと不協和音にはなるよ。うんうん、まあもちろんそうですよね。お前は絶対使わないって言われて、わかりました今日はピンチ座ってますみたいなそんなバカ野郎なんかプロ選手になってないよなってない。それはもう血気盛んな気の強い男たちが集まってる集団だから、うん、なんで俺使わない、俺は使わないから負けるんだって、うん、これも不協和音だとすると、はい、そうだよね。例えばあと作戦面でも、え、なんでこんな作戦、だから全員監督なんだよ、見ててもファンも、ファンもそうだし、だから自分の意に反するようなことのサインが出てしまうと、うん、もうボケ監督なんだ。そうか、自分にとってはそうなってきちゃうんだよ、うん、ただそれは代表で監督をやらしてるんだから、うん、結果が最後に出た時に言いなさいよみたいな、まあ、途中ではなくてっていうこと、うん、これ連敗が混んでいったり勝てなかったり順位が下がってくるから不協和音が始まるのか、そもそも最初から不協和音が始まってる、いや勝ってる時っていうのは不協和音を出せないんだよ、不満を持ってるやつでも、いやこれでうまくいってんだ、俺が言ったら変になっちゃう。でも負け出してきたチームが状態が悪くなってくると、そうだろそうだろそうだろみたいな、自分たちの思ってることが出てくるんだ。これはもう世の中の常だからさ、野球界に限ったことではないよね。豊さんは、まあ、現役の時でも全然コーチの時でも選手の時でもいいんですけど、その不協和音すごいなって感じたことってありました？それはあるよ不協和音だらけだよだらけだ。あ、そんなあるんですか？俺の人生不協和音だらけだな。そんなことはない。いやいや、そんなもんだって世の中って。え、じゃあ豊さんが選手の時に例えば不協和音をこんなことで感じたとか、例えばコーチ監督とこの選手バチバチだったとか、明らかにも選手 VS コーチ陣とか監督陣になってたみたいなのってありました？で、そりゃあるよね。あった。そりゃあるでしょ。言える範囲でどんな感じだったんですか？いや、そりゃさ、うん、まあ、自分にとって不利なことをされるとやっぱ不協和音になってくるよね。例えば自分が悪くないのにその若手側をこう使いたいからとか、そうなってくると不協和音になるし、まあ例えばその俺がねレギュラーとして使われた時に元井さんっていう人が控えになったわけよ、それまでのレギュラーの人が。そうなってくると元井さんっていうのは不協和音を持つし、やっぱ監督を大嫌いになるよね。だって死活問題だからそこは、うん、だからそれはもうしょうがないと思うんだよ。だからそこを気にしてたってしょうがないよね、監督として。まあそうです、ね、うん、あとはその選手同士でロッカーでなんか戦術さおかしくないとか。いや、あるある、いっぱいあるよみんな選手でこうなんか話してボケてんじゃないかっていうこともあるよあ、やっぱそうなんですね。それはあるある。そうすると例えばそうチームの中で連携ってできるじゃないですか、同盟みたいな、うん、なんか最近の上の戦い方って変だよね変だよね変だよね。だからね、やり方としたら一人ね悪役を作るんだよ。はい、ね、そしたらここに向けての一体感ができるいや、それで一体感を持つっていうやり方もあるんだよ。ああそうなの。わざと不協和音というかもう嫌われ役というかさ、はい、ね、とんでもない野郎を置いて、はい、でここに対しての一体感を作るっていうやり方もあるんだよ、やり方とすれば。うん、だここは戦略だけどね。あ、まあ、戦略の部分だけど、でもそんなこと言ったらキリがないしさ。そうです、ね、不協和音なんて絶対あるよ。それ監督に例えば死活問題みたいなことを言われて、その監督の言うことって聞けるものなんですか、すんなり。例えばサイン出た時に、あ、もう絶対だこのサイン。それは仕事だから。一応聞くんです。いや、聞かなきゃしょうがないじゃん、うん、それは反乱だから。反乱なんて、反乱って起きるんですかね？起きないね。クーデターも起きないね。起きないのか。
でそれはなぜかというと、まあ、例えば監督がいて、そこの使われてる選手はとりあえず不満はないわけだから、うん、嫌いでも、はい、人として嫌いでも不満はないわけだ、うん、だって使われ続けると成績が残せば給料上がるわけだから、はい、だから頼む頼む頼む、うん、そんな感じだ。でも使われない人間はターゲットだよね、うん、だからもうそれはしょうがないよね。そうなってくるとだんだん監督の居場所なくなってきますよね。なんか居づらいなとか。でもそこの最高責任者だからさ、一応はそうです、ね、だからそれは放棄はできない、ね、それか新たなコーチとか監督みたいな存在が別に出来上がっちゃうとか。だからそれをやったらコーチも終わると思ってるからチームが。ああ、だから監督の方向け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 。だからでもコーチで一番いけないのは囲うやつ、選手をね。そうや、いやもうややこしいんだよ。そうですね、それ一番そうですね。そう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 、だからまあそういうことになってくるともうチームは崩壊するし、はい、まあ強いチームには絶対ならないよね。どういうやっぱり指揮官がベストなんですかね。そうすると選手がついてくるとか、たとえ負けたとしても指揮官は頭が良くないとできない、うん、やっぱ頭がいいのとみんなを勇気づける言葉、うん、それを知っとかなきゃいけない。それと状況によっての適切な判断、うん、判断力、まあ、こういうのが必要とされるよね。はい、はい、でももう一回リスペクトされなくなっちゃうと結局そのチームが強くなったり一つのまとまり得るには。だから今難しいのはさ、コンプラとかさ、うん、パワハラとかあるでしょ、はい、だからこれがやっぱこう動きを鈍くしてる一つの要因だと思うんだよ、うん、だからそのコンプラとかパワハラとか、うん、その過度のね、うん、行き過ぎたことはしちゃいけないとは思うけども、俺ある程度はしょうがないと思うよ、うん、あれだけの猛者をさ一つに束ねるのにそういうことはなくなっては俺いけないと思うんだ、できないと思うんだよ、うんうんうん、指揮官として、うん、だからそこら辺はやっぱりよーくこう説明をしといてやらないとダメだということだね、うん、だから説明するのも、はい、あパワハラかみたいな言われちゃうわ多分そうなんですね、うん、だからそういうことじゃなくてやっぱ強いチームを作る、そのみんなの家庭を幸せにするためにこういうことが必要なんだっていうことをちゃんと説明をしないとダメだよね、うん、あとはやっぱこうコミュニケーションをうまく取りながら信頼関係を結んでおく、うん、そうなってくるとコンプラしようがパワハラしようがその信頼関係が強ければ強いほどそういうことにはならない。だからそういうことを面倒くさいけど怠っちゃいけないよね今の時代はね、うん、だからそこなんだよ問題は、うん、信頼関係ですねやっぱり。だから信頼関係ね、だからまあ一言でね崩壊する時もあるけどね、はい、今はね今はありますね、うん、だけどそのまあ例えば、まあ、言うんだけど自分の子供に接するように接して、うん、子供は自分の両親、両親というか親父に接するような形でそういうような図式になってくるとうまくいくと思うね、はい、そこにはやっぱ絶対愛情があるから、うん、だからこの世で一番大切なものは多分仕事、うん、愛、うん、責任、はい、まあここだよ、うん、この3つがちゃんと崩れなければ俺は絶対うまくいくと思うんだよね。だからやっぱ不協和音が出るということはこのバランスが崩れちゃう。だから愛情がなかったりとかさ、うんね、責任がなかったり、うん、だから責任がないやつっていうのは何でも好き勝手に言うけど責任のあるやつっては物事を考えるから、うん、その軽口は叩かないんだよ、うんね、だからそこには愛情があったら信頼関係も生まれるしお互いを助け合おうとするから、うん、うまくいくと思うんだけど、まあ一言に簡単に言うけどさ、でもそれをやらないと、うん、なかなかやっぱり難しい時代だよね。そうですね、うん、これ一回できた不協和音とか亀裂って元に戻すのって難しいんですかね。劇的なことはないと難しいだろうな。劇的なやっぱ人間って根に持つ動物だからさ、はいね、うん、それは一回こうなんか嫌なことがあったら忘れないよね。いやまあそうです。嬉しいことは忘れるけどさうんうん、うん、悪いことは忘れてくれないよね、うん、だからなかなか難しい。だとするともう一回チームをじゃあってなると誰かが変わるとか交代するとかそういうふうにならない限りはそれが一番、まあ、手っ取り早い。手っ取り早いよね、うん、でも日本の伝統で悪いところはさ、うん、やっぱ簡単にそこら辺を変えちゃうということだよね、うんうん、だから伝統が作れないという。巨人とかはあんまりコロコロ変えないよね監督を、うん、10年やったりだとかさ。だから歴代の監督が一番多いところ
歴史的に見て、は弱いよ、うん、でもやっぱ少ないところはやっぱうまくいってんだよ、うん、で伝統を受け継ぐっていう形になってんだよね、はい、だから長期政権を任せて委ねるという、はい、そういうことがやっぱり一つには大切なことなのかなっては思うけどね。そうですね、うん、どっちみち監督変わるぜみたいな、うん、まあ、まあ今シーズンはいいかっていうよりも、ね、これは10年俺と大体一緒のプロ野球選手人生歩むよみたいな、そしたら背水の陣になるよ。そうですね、なんかこの監督に使えないと無理だっていうことをしっかりこう分からせないとさ、うん、まあ、監督どっちみち今年変わるからみたいな、うん、そんなんでやられた日にはやっぱ預かってる監督も大変だし球団も大変だと思うんだよ、うん、だからできるだけ長期政権でもううちの球団はやらすというような、ね、うん、はい、30年契約って、まあ、極端な話だ、30年契約ですみたいな、うん、この人に使えるしかないじゃない、自分が生きていくためには、はい、その方がいいよね。そしたら FA で出ていっちゃう。いや FA で出ていってもいいよ。おー、そっかそっか、出ていってもいいけども、うん、いる間は、いる間はやらなきゃしょうがないんだから、うん、だって FA で取られるにしてもさ、うん、やっぱ高額な金額で契約したいでしょ、うんうん、そしたら頑張るしかないんだよ、はい、もうあと1年でしょみたいな、うん、野球人生の1年ってすごくでかいんだけどさ、はい、でも20年契約って言ったらもうやるしかないもん、うん、そうですね、やでもやるしかないですね、言ってる場合じゃないもん、うん、まあ、そのぐらいの伝統的なものをなんかチームとしてね、うん、作っていった方がいいけども、うん、まあ、監督もな、もう腹負けた、あらバカだとか、うんうん、ね、いろんなこと言われて、はい、ね、もうやめろみたいな、はい、もう途中交代だとか、うん、もう大変な職業だよ。まあそうですよ、ね、みんな負けたいと思ってやってるわけじゃないし、うん、ね、そうだけど、まあ、だから球団はいかにいい人材を監督にするかということだ、ね、うん、そこですよね。でもなかなかね、いない。いるじゃないですか、ここに。いた、はい、バカ終わりかよ